くぞ行くぞ行くぞ行くぞ、行くぜ勝つぞ。うわ、ここのスポーン嫌だな。マジで引いちまったよ。あのね、小屋奥が一番当たりなんですけど、とりあえず岸の場所をちょっと特定するか。岸ちゃんどこにいるの、ここ。とりあえず誰、岸、じゃ、岸じゃね、これ、岸だ、岸だ。やばっ、岸って、スタンプで分かった。いや、スタンプ、やばい。ダメだって、スタンプ。スタンプ貼ったらダメだよ、それ。これ、機械岸限定のスタンプなんだからさ。それ、それ貼ったらバレちゃうよ。おもろ。おもろいなぁ。意外な着点だね、キャラ限定のスタンプって。弱点すぎるだろ、さすがに。どうなるのやなぁ。よしよし、とりあえず、とりあえずこうだな。よし、味方、よし。オッケー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 。とりあえず。オッケー、よし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 。さあ、倒しに行くぜ、トレイシーちゃん。限定のスタンプで君を見つけちゃったからね。ごめんね、トレイシー。だがこれは、スタンプを、つけた君が悪い。僕はあのスタンプやることをちょっと今後気をつけるようにします。あ、でもうまいな、チェイスうまい。あれすげえ、この方、すげえうまっ。チェイスルートめっちゃいい。鬼没使わせないルート。わ、うまいな、この人。あ、うまいわ。ちょっと、敵ながら、あっぱれ。騎士ちゃんにこんな稼がれちゃったか。うまい、この人。ちょっと怪しくなってきましたね。機械技師さんのちょっとうまいプレイによって。ちょっと怪しくなってきたんで、頑張れないかな。よし、OK。よしよしよし。これがいいよね、技師、バルクは。ほんとに。よへ、やったー、ダブルダウン。でかすぎる、マジででかい。あ、やべ。まあ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 。まあそんなに焦らなくてもね。そしてここは待てばいいので、待ちましょうか。待ちましょう、待ちましょう。ナイス、待ちます。早く倒れてくれ、傭兵。傭兵倒れてくれ。よし。よし、OK。ね、あそこか。え？絶対的に粘着来てるよな、これ。これ倒したらマジ勝てる。勝った。あ、これがバルクの強さですよ。これよ、これ。粘着来たところで、もうね、ぶち倒せばいいんでね。これこそが、こいつのいいところ。ポケメラはね、本当に初動はきついんだけど、その分、あれが、あれが、あれなんで。コンソールがたくさんあるんでね。かなりいいですよ。あと、騎士だけ倒そう。騎士だけ倒せばもうあとは楽だ。オーケー、いた、倒してくれるのはありがたい。これで確定でダウンで、バッツマンが起きる前にちょっと釣りたいね。確定ダウンを取っていく、でかすぎる、よし。あ、これバッツマンちょっとボール、あ、ちょっとめんどくさいな。ちょっとめんどくさいね。とりあえず使わせるか。オッケーオッケー、使わせて。オッケー、2回使えば大丈夫なんでね。よしよしよし。オッケー。残り1台。残り1台守りきろう。あれは、あれは絶対に回復させたくない。回復、オッケーオッケーオッケー、でかい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 。もう溜まってんのか。あ、バッツマンちょっとめんどくさいな、これ。あ、ちょっとめんどくさいな、うわー。これで1回いるか。よし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 完璧。さあ、これにてチェックメイト。ふぅー。
皆さんもね、限定のスタンプ使うときは気をつけてくださいね。僕の今の試合みたいにバレちゃうことありますんで。さあ、行こうか、バルク。よろしく。さあ、バルクもね、ちょっと使いづらくなっちゃったのよ。昔と比べて、本当に。本当に使いづらくなった。大事でー。よし、ちゃんいた。よし、ちゃんのとこ行こうか。本気だからね、今回もう絶対負けたくないから。オッケー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 。トレイシーを見つけていく。とりあえずはそうだな、放線路しようか。とりあえずここで安心安全の放線路か。ああ、うまい。ああ、うまい。やば、やられた。いや、うまい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 、それうまいわ。ちょっと僕もミスった。しゃ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 、同じことは大変で。よーし、特殊が取れた。オッケーいいね、このルートならいけるわ。オフェンスさえ来てなければ。おだから、オフェンス縦粘着全然あるからな。よし、絶対に負けられない戦いがここにある。あ、コンソール抜いてるのうまいね、おやつさんね。あ、でもオフェンス来てない。オッケー、とりあえず解読妨害して。おっ、閉じ込めたくね、それ。閉じ込めてないか。オッケーオッケーオッケー。オフェンスが、アスレ。アスレじゃない、女神にいる。え。ほい！おー、はいはい、小屋は上がっちゃったか。なるほど。まあ、小屋フリーだったからな。しょうがない。小屋はフリーだったもんね。オフェンスもね、またやらしいのよ。これがまた。オフェンス来てる？あ、オフェンス来てるねー。やだなー。ちょっとオフェン、半分救助させない。よしよしよし。オッケー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 。半分救助させない。オッケーオッケーオッケー。待ってね。オッケー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 。タックル級だけやだな。オッケー、タックル級大丈夫。よし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 。タックルするってくる。よし、味方。よし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 。これでかいね。よーし、でかい。なるほど、院内やってる。なるほどなるほどなるほど。院内はやらせないようにして、だからこっちもやらせないようにして。オッケー、全体的に圧かけていこう。で、ロボットがここかな。ロボットで立て直しはさせたくない。おー、でかいでかいでかい。よっしゃー、でかすぎる。このオフェンスのダウンマジででかい。やったー、これで一気に勝ちにつながったぞ。でかすぎる、最高だね。マジでコンソールがね、本当にもうやりやすいんですよ、このマップは。本当にやりやすい。解読妨害も本当にしやすい。もうレベルが違うね、他のマップと比べて。苦手なマップと比べて。よし、さあ最強のコンソールがマックスである場所をちょっと行きましょうか。いいね、勝てるぞー。いけるいける。はい、オフェンスつって、ハドーン。俺は勝てる。無駄に。ミニカプチャーが救助来る。よし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 。いいね、心理学者のこのスキルをどんどん使わせていくっていうのもね、また、オッケー！完璧だ！完璧すぎる。よーし！よし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 。ちょっと。危ない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 。危ない！よし、オッケー！なんだ？なんだなんだなんだ？え、硬直がなくなったぞ。あれ？極限神のあれって強弱なくなるのかな、攻撃食らってからこれすると。えや、初めて知った。初耳、初耳です。よし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 。 OK、 とりあえず解読できないようにして。はい、さあオフェンスちゃんも釣っていこう。いいねー、これでも救助に来れる人はいない。よし、やっぱハンター楽しいな。このサバイバーをどこどこ倒していく感じ、本当に素晴らしい。あ、いるねいるねいるね。これ
これ倒したいな。うん、ここ。ああ、よしよしよし。ここ。ああ、惜しい。ここ。ここ。ああ、惜しい。惜しい。よし、OK。よし。これも釣っちゃおう。ああ、素晴らしい。ナイスー。ここによって残り心理学者だけだ。しかも心理学者って回復できないから、タッチの上に立っておけばもう安心だからね。あおー！ Oh my god！ よく通電させたな、これ。いや、すげえ。通電された！これはまずい。間に合うか、間に合うか、どうだ、どうだ、どうだ、間に合え、間に合え、間に合え！あ、諦めてくれた。おー！ありがとうございます。ということで大勝利、見事、ちょっと。勝ったわ、本当に勝てた。得意なマップは勝っていかないとね。よし !OK! 動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。